我が契約者よ。獣の契約者よ、我らと共に来てもらうぞ。落葉さえ越えて輝く星に手を伸ばし、それでもなお我らは囚われている。この天国の底に答えを得てなお集大を晒し、光を目指してなお道を失う。つくづく獣とはどうしがたい。じれるな我が契約者よ。思わず先に手を出してしまいそうだ。とかじりくらいなら構わぬか。ルクスリア、ステイ。我らは抜け駆けに反逆する。それにそろそろだ。来るぞ。死ね者が！おのれ、よもや二度も飼い犬に手を噛まれるとはな。ことと次第によっては魔獣閣制圧戦の開催も辞さぬぞ。されごとは我らが反逆の理由わからぬわけではあるまい。それは つまりこの獣、バレンタインのチョコを渡せないで悶々としているだけの話なんだが。うぎゃー、どうしがたいほどに見苦しい。覚悟を決めてさっさと渡すのだ。ではファイ。待て、貴様ら。待て、本当に待ってくれ。しばし待つがいい。少し化粧直しをば。シラフでできるか、こんなこと。せめて天動説隊の方で。
こんな恥ずかしめ失敗作なのだ。それはこのような無様な品、我らの皿にはふさわしくなかろう。やめよ、頭を撫でるな。噛むぞ。貴様というやつは獣の騎手にふさわしい悪辣な契約者や。して完全に開き直るようなのであった。というわけで待たせたな。これが世の手作りのバレンタインのチョコレートである。実はな、少しばかり失敗してしまったのだ。いささか不格好ではあるが、貴様に受け取ってほしい。まったく、このような恥ずかしめを受けるとは。獣の騎手にふさわしい、なんとも悪辣な契約者だな、貴様は。